ピスタチオです。よろしくお願いいたします。古代ギリシアの哲学者アリストテレスは言った。人を動かすには倫理、情熱、論理の3つの要素が必要だと。その言葉は時を流れ令和にたどり着き、ある男たちによってさらなる進化を遂げる。それは数多の人たちをその光で魅了してきたスロット台ジャグラー。人はその光を見んがために祈りを込めてレバーオンし、時にはねじる。男たちは言った。エトスパトスロゴスがジャグラーを光らせると。はい、というわけで始まりました。始まりました。よろしくお願いします。エトスパトスロゴスということでですね。はい、ありがとうございます。はい、こちらの番組はですね、スコーナさん2店舗にお邪魔しまして、はい、ジャグラーを打っていきまして、合計ですね、2店舗で39ポイントを獲得したらクリア。はい、まあ、クリアしても何もないんですけれども、まあ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 、はい、でクリアできなかったらがあるんでね。ひどいんですよ。クリアしても何もないけど、クリアできなかったら罰ゲームがある。罰ゲームがあるということで過酷な番組になっております。そうですよ、はい、前回が1目が合計で23ポイント、23ポイントで、はい、今回だからこちらのね、コーナー府中店さんでございます。で実践させてもらうんですけれども、はい、こちらの店舗でですね、16ポイント、獲得できればクリアということになります、はい、もうだからそれは余裕よ。余裕でしょ。余裕よ、はい、それはもう行くんだよ。なんでね、頑張っていきたいと思いますんで、はい、応援よろしくお願いします。違う、まだ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 違うでしょ。何ですか？あなた前回いろいろあったでしょ。やっぱそのポイントなんてもう正直言うとどうでもいいんだよ。これはポイント取る番組ですから。違います、ドキュメンタリーですから。これは伊地知さん前回のお店でね、はい、いくら投資したんでしたっけ？3万円ですよね、はいはい、のうちの1万円は私に聞いてて、あげてないの、貸したの。そのまんまになってんのよ。すみません、皆さん、これカツアゲです、これ。カツアゲではないです。これはもうちゃんとカメラの前で俺は貸してるから、はい、ちゃんと合間に、はい、ATM に下ろしてきました。そうです、はい、やめてよ、この芸人がさ、一応テレビに出る人がさ、カメラの前でお金を渡すっていう。いやいや、もう一回渡してるもんが返ってきてるだけだから。これはこれがリアルドキュメンタリーですから。 リアルドキュメンタリーですから、はいはい。なんでですね、頑張っていきたいと思います、あくまでも僕らの中で39ポイントは合ってないような思いです生活をかけて頑張ってますから。そう、はい、ガチ自腹ということでねいや、そんなカメラに堂々と背中を向ける。カメラに背を向けるよりも、キコーナさんに背を向けるのがいけないことだからそっちの方が申し訳ないということで、はい、なんで行きましょう。頑張りましょう、はいはい、というわけで頑張っていきましょう。ファイト。はい、というわけで店内に入ってきたんですけれども、はい、こちら府中店さんはまず駅に非常に近いというのが近かったですね。もうすぐでしたね。いい立地条件ですからね、そしてあとね、来やすい、ジャグラーが非常に充実してる。そうですね、さっき、ちょっとアイムジャグラーで僕失敗してるんで、はい、今回ちょっと55行きたい。なるほどね。もう今回はもう伊地知さんに台選びは全部お任せします、ね、なるほどね。で伊地知さんの隣で僕打ちますよ。もうそれは前回がかわいそうすぎたんで、ちょっとやめてください今ね、あ、3回出てんのかこれ。見てください、ガチです。あー、でも、あー、なるほどね。何が？いや、最初も、まあ、もう69回転で引いて逆転参加してるんでね。あ、すごい。なんとも言えないね、でも短期勝負だとさ、最初連チャンしちゃってるのも怖いけど、まあまあ信じていきます。伊地知さんがここ行くのね。これ行きます。じゃあ私も隣で行きますよ。なるほど、それはもう、はい、これ行きます。はい、よし、じゃあそれ打っていこう。伊地知さん、前回やったせーののドンとせーので話すやつやります？あ、大丈夫です。なんで？え、なんで？やりましょうか、じゃあはい、やりましょう。じゃあいきますよ。いきますよ、せーの、せーの。あ、はい、残念。まあまあまあ、そういうこと。まあ、いずれこれで当てたい。それはそうよ。1回早めにね、1回目を引きたいんですよ。そう、やっぱジャグラーはいかに投資を少なく引くかっていうのが、一番大事なポイントですから、投資を少なく、追加を少なくがね、そうね、やっぱりジャグラーの基本なんでね。そうなってくるとやっぱ最初は設定より引きですよね。結局でもなんかすごい
光りそうな感じするな。あら、んそんな気がします。なんか、うん、新天地でなんか新規一転。あら、いいじゃない。やっぱ前回の後半口数少なかったですからね。いや、それはそうよ今回はその気がするから。リアルドキュメントだから、うん、いいんじゃないですか。府中店はどうですか。あ、もうなんか本当に、あ、府中だなって感じはします。いやいやいや、なんすかあのちょっと適当なこと言うのやめてもらって。いやいや、もうその府中店がどうこうとかよりも、うんうん、今の段階では、はい、ああ、なんかその別に居心地はいいなって思います、うん、まあまあ、でもそうね、そこじゃないから、最終的にどうなってるかが一番、まあまあ、府中店の評価につながりますから、僕の。やっぱ平井店はさ、天井高くていいねとか言ってたじゃない。はい、うん、それに比べてどうですか。だからやめようよ、その天井の話。見たらわかるじゃん、平井店より天井低いんだからそれで天井の話するのもナンセンスよ。いやいや、だから思ったよ俺は、うん、もう天井は高ければ高いほどいいって、うん、さっき言わなきゃよかったなと思ってたから今ぶり返すことじゃないじゃんそれはすみませんね。そうよ、いやでもいいですよ。うん、いいね、居心地はすごくいいよね。居心地はいい、うん、あとやっぱり、うん、僕はやっぱスロットやる立場として考えたときに、はい、うん、府中店の方が、うん、平井店よりかは台数が少ないじゃないですか、うん、でもこれって台数が少ないと、うん、デメリットとしては、うん、やっぱその、混んでる時に、うん、台に座れないっていうデメリットはありますけど、うん、逆に僕はメリットの方が多いって考えなんですけど、うん、結構通い詰める店として考えた時に、うん、台の傾向を読みやすいっていうのがあるんですよ。なるほど。ほう、なんか癖とかそういうの見やすいんで、うん、通い詰めるってなったら僕は少し、うん、大規模すぎるホールよりも、うん、中規模ぐらいのホールを僕は選びます。なるほど。基本的にだ、実際結構府中店お気に入りですね。じゃあそうですね、そういった意味では、はい、うんうんうん、あとはもう勝負に勝てるかどうかだから、出るかどうかだけ。確かに。僕は300までに出るんじゃないかと予想踏んでますんで、この。なるほど。私250でいきましょう。じゃあちょっとなんか、うん、僕がねあんまり元気ないのはね、うん、第1回目の放送見てもらったら分かると思うんですけど、うん、小沢さんもちょっと元気なくないですか今日。僕が元気ない理由は、はい、伊地知さんに気を使っているよ。いやいや、いいよ。その俺がイエーイってやってても、いやイエーイ、ほら、おい、あら、一つだけ言わして、こういうこと。どういうこと。もうこういうことよ。素晴らしい。もう本当にジャグやったらここ光らせればいいだけの話で簡単すごいな。僕は前回からの教訓で、うん、番組を意識してポンポンポンっていう打ち方やるとダメなのよ。はいはい、この番組気にしない、もうプライベートだと思って打ったらビッグだから。なるほど。いきますよ、うん、いきますよ。はい、お願いします。こういうこと。どういうことマジかよ、まあ、マジか。じゃあちょっと伊地知さんのバケタイムやりましょうか。あ、そうだね、はい、毎回恒例。ピスタチオの伊地知は、うん、何を化けに言い換えて言っているでしょうか、うん、はいはい。ちょっとパパ今日帰ってくるの遅かったじゃない。でもパパがね今日給料日だからごちそう作って待ってたのよ。お、いいお肉があったからちょっと奮発しちゃって和牛買っちゃったの。うん、でもしゃぶしゃぶか化けか迷ったんだけど、すき焼きしかないじゃんもう。あ、正解。すき焼きしかないのよ。正解です小沢さん。いやいや、正解して嬉しくない。なになになに、ちょっとイージーすぎたわ問題が。あ、イージー、そう、うん、次ちょっとじゃあ難しくします。ちょっとぜひバケ引いてやめやめやめ今日通算したらビッグ1のバケ4だからね。多いね。多いよ。こっからだよ。こっからこっから引けますよ。僕の予想は250言ってましたね。はい、あと50回。今いくらですか投資は。今7000円です。あ、
僕もでも6000円でしたから投資。なるほど。まだ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 1万円以内で来れば全然いいよ。まあね、僕はもう宣言通り、おい、やば、250、やば、ちょっとこれはこれは持ってるよ、めちゃくちゃやば、びっくりしすぎてリアクションできなかった。いやいや、今のはすごいよ。ちょっとマジですごいな。マジですごい。ポイントが30ポイントん、いや違うわ、24、27ポイント。すごい。おーら、ほい、120、130、予想通りよ。いいよ、次はビッグよ。うん、引いちゃって。うわ、う、取りつかれてる、取りつかれてる。でもね、うん、予想では100回転以内に引き戻すって、ここまで当たったらすごいよ俺。すごいよ、すごいよ。全流れ当ててるから、うん、一発目から。伊地さん、僕は嬉しいんですよ。なんでですか？バケクイズができるんで。なるほど。ちょっと前回がイージーすぎたんで、はい、すき焼きが、はい、ちょっと高めのやつですね。うん、いきますよ。うん、ちょっとパパ聞いてよ、たかしがさ、うん、またさ学校で喧嘩したらしいのよ。え、なんかさ、前はあんな子じゃなかったんだけど、最近さ、うん、パパに対しても結構強めじゃない？うん、こんなことない？なんかパパがいない時かなんか分かんないけど、ママに対してすごい強気でさ、たかし、もしかしたら負けなのかもしれない。反抗期ね、反抗期。え、すぐ分かるから。分かった。うん、すぐ分かるよ。あ、そう。うん、イージー。あ、イージー、ずっとイージーだからそうだ、もうちょっと難しい、うん、もうちょっと難しいの求めてる。すいません、わかりました。うん、もうちょっと難しい。これ、出る前から分かってるから。ね、で、どういうことね。え、前の段階で。ママに対して厳しいよぐらいからはもう気づいてるからさ。小田さん、うん、このさ、このクイズの、うん、ちょっとプロフェッショナルになるのやめてくれないで。ジャグラー上手くなって、もっと。待ってあげてんだから、バケが出るまで。なるほどね、うん、待ってたんだ。次のバケで頼みますね。いや、もうバケ引きたくないのよ。78で当たります。もうやめてください。もうそれ以上ないから。おさん、78、さっきのすごいまんま終わらせてください。78です。77、ここ残念。まあ、まだまだ子役だから、子役のとこ引かんないから。ここ、はい、残念。言わなきゃよかった。さっきのすごいまんま終わらしときゃよかったのに。しょうがないです、しょうがない。おお。やめて、勝手に揃えるの。さっきから力してから揃えてください。小田さん、はい、残念って言ってて。やめて、小沢。ちょっとごめんなさいね、びっくりしすぎてリアクション取れないんですよ、小沢さん。さっきから小沢のバケクイズはやります。あ、大丈夫でしょ、僕の企画なんで。え、僕の企画なんで大丈夫ですよ。はい、すいません。あれ、バケの悔しさを紛らわすためにやるゲームだから。あ、そうなの。そうです。ごめんね、何も考えてなかったわ、はい。そんなこだわり強かったんだね、あのゲームに対する。 あのゲームに関するこだわり強いから。これは申し訳ない。あれやってるとやっぱ悔しさが紛れるから。ああ、そうなのね。今のところあんま悔しくないんだけど、バケ引いても。そりゃそうよ、あるからここにね。私みたいな状況でやっぱバケだと相当悔しいから。おお、50。あ、これはめちゃくちゃいいやん。やば。素晴らしい。素晴らしいね。素晴らしいね。やば。絶好調ですよ。絶好調すぎるよ。もう一発いこう。もう一発来たらすごいよ。
ごい、やば、すごいね。しかもビッグ、すごいね、ビッグっぽいね、ちょっとね、多分ビッグだよ。バケでした。まあ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 、バケでした。まあ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 ね、うん、早いバケはいいのよ。そうね、だから全然全然。お、来ました、来ました、光るよ、光るよ、パカ、おっしゃ、ありがとうございます。これは頼むよ。怪しい、やっぱな、今怪しいと思ったんだよ。もういいや、もうやだよ。ちょっとなんかないのっつって、もう冷蔵庫に入ってるからそれでいいでしょ。やだ、なんか最近のバケ雑巾みたいな味すんだもん、なんかやだ、そんなこと言わないの、贅沢言わないで、それ飲んでなさい、あんたは。だって言ってたよ、サトシ君が、タカシ君家のバケ美味しくないって。贅沢言わないの。麦茶成功。すごすごすごいね、絶好調ね、あんたこのクイズのプロじゃない。ちょっと楽しかった。なるほど、うん、伊地さんのモヤモヤもまぐれたわ。そうね、気持ち紛れた。そうね、結局こういうのが大切だから、チームプレーだから。でも言っても俺これ引いてんのよ。そうよ、引いてるけど、うん、バケがもうひどい。うん、ポイントには加算されてますからね、ちゃんと。まあね、うん、負けクイズもうやりたくないよ俺。シンプルにビッグ欲しいっていう。もうビッグ引いてください。もう引きたいよ、うん、おら、これはもうテンション高い、こういうことです。テンション上がってるよ。行かせて、あ、いただきます。お願いします。おいしょ、おいしょ、いいよ、おいしょ。テンポは良かったんだけどな。なにこれ、やらせ。やらせじゃない。そんなにさ、うん、私のバケクイズ見たい、見たいってことよ。ちょっとさ、この542番台が気に入っちゃったの、バケクイズも。ちょっと、もう聞きたがっちゃってんの。 やんなきゃよかったこの子が、バケクイズなんて。じゃあ行きます。はい、じゃあこれ結構難しいですよ。うん、ちょっとたかし、まだダメって言ったでしょ。たかし、ご飯食べ終わってからでいいから。バケはパパって言ってるでしょ、もうそれは。ダメ、たかしはパパの後、先にパパがバケしてからたかししなさい。お風呂入る。あ、近い近い、ただお風呂じゃない、バケはパパだから、たかしはまだお風呂入らないで待っててください。え、もうだからお風呂がすごい近いんだよ。そうだよね、そうだよ、非常に近いよお風呂は。なんだろう、お風呂入る前にすることってことだよね。違いますよ、お風呂入りながらってこと。ながらというか、ながらというかです。お風呂入るの一番風呂。正解、正解です。言った、いや言ったじゃない、お風呂って言いましたから。ダメなのそれ。ダメです、ダメです。あ、厳しいね、レベル上がってきてるから、どんどん。なるほどね、厳正な審査がちょっとあったな。だいぶ紛れたわ、気持ちが。よかったよかったよかった。ただこんなバケ来ることある。おら、ほら来た、おら、すごいよ、おら、もう来るよ、もうもういいよ、さすがに。もういいよね、もう俺もバケクイズ飽きたもん。もういいよ、正直。あ、ちょっとも、ちょっとも、ちょっとっと、ちょっとも、ちょっとも、もうやめて。
ちょっとちょっともうやめて、何その歌、バーケはやめて、ビッグちょうだい、おっしゃい、来ました、来ました、やっとだよ、出なさすぎて、うん、このバケバカ引きすぎて、うん、本当になんか自分悪いことしちゃってずっと考えてたから過去振り返ってたから、小学校とか中学校の頃も、まあ、素晴らしい、13回で来てるし、これがいいよね、うん、すごいよ、これ相当いいんじゃない、うん、相当いい、素晴らしい、ちなみに今、はい、ポイントで言ったら、もう正直ね、覚えてないのよ、俺がこの店で1、2、3、4、5、6、7ポイントです、7ポイント、8、9、9、8ポイント、15、ほとんど8ポイントね、え、そうです、そうです、15、だから今39ポイント。お、で次もうとりあえずペカらせればクリアです。OK です。了解です。そう、レギュラーでも1ポイントつきますから。はい。ペカった時点でミッション達成ということになります。達成。絶好調です。まだ拍手はできないけどね。うん、こっから700ハマり700ハマり終了ありえるから。はい、今38ポイントです、ね。そう、今38ポイントです。はい、イジスさんのタイム勢いすごいですね、なんかね、そうだからサクサクいったね、ペカるのはめちゃくちゃペカんで、ね、だからこれがビッグに偏りさえすれば、うん、そうだね、もうめちゃくちゃ出てるから、うん、下パンパンな状態でビッグ引いて、うん、下の皿の分全部上に入れたい、わかる、気持ちいいんだよ、あれ気持ちいいんだよ、はい、勝ち盛りしたいね、久しぶりに昔めっちゃしてたな、勝ち盛り、勝ち盛り一箱で 何枚入れられるか、パンパンにするやつだね、ほら、おお、絶好調、こういうこと見て、何もう、はい、何よ、72が何、はい、っていうことね、そうです、はいはいはい、72回転で当たりました、素晴らしい、はい、素晴らしい、いきます、あ、これ怖い、これバケっぽい、さっきの歌歌った方がいいよ、バケはやめて、あ、変わった、私が欲しいのビッグ、変わったよ、バケはやめて、曲が違う、私が欲しいのチャチャチャビッグ、負けた、そりゃそうだよ、だって違うんだもん曲が、ちょっと曲が違うんだもん、こんなにバケ来る、ちょっと、いやいや、すごいよ、で、罰ゲームはもうクリアしました、39ポイントそうだ、クリアしました、そうやりました、そのことをてっきり忘れてたね、全然もう自分がどうかしか考えてない、ごめん、ね、番組的にとりあえず39ポイントを獲得したんで、うん、罰ゲームは免れました、いや、ありがとうございます、おめでとうございます、ありがとうございます、もう気楽に打てるよこれで、一旦ご愛し、はい、ありがとう、ちょっと一緒に行きましょうよ、一緒に行きましょう、よ、せーの、ごめん、ちょっと小沢さん、はい、今日小沢さんがせーのって言ったから自分で、え、ね、小沢さん、え、そうなってくるとやっぱ僕らがこの合間に喋ってた会話はほぼカット、うん、ほぼカット、 あら、早めに行くの、めっちゃ遅かったよ、めっちゃ遅かった、え、なんでこんな遅いことなんで光るの、わからん、めっちゃ遅かったっすよね、なんかね、え、プレミア、プレミア、めっちゃ遅かった今、うわ、いや、すごいね、ビッグビッグ、すごい、はい、というわけでですね、はい、お疲れ様でした、お疲れ様でした、ありがとうございました、キコーナ府中店さんでですのね、はい、あの実践を終えまして、うん、まず最初にあのキコーナ平井店さん、はい、そしてキコーナ府中店さんの2店舗、うん、打ってきましたけれども、うん、ビッグが3ポイント、はい、バケが1ポイント、39ポイントを2人で目指しましたが、はい、結果発表の方いたします、はい、お願いいたします、結果はドゥルルルバン奇数です、いや、なんの、ぜ奇数だけじゃ分からないのよ、分からないですか、分からないのよ、すいません、はい、結果はじゃあ53ポイントということで、
見事達成しました。39ポイント見事に超えたということで、はい、なので罰ゲームは免れるという、免れました。まあバラエティ的には罰ゲームあった方がいいのかなと思いますけども、はい、これはバラエティ番組じゃなく、うん、スロット芸人リアリティ番組となっていますので、ドキュメンタリー番組ですか。全然僕らとしては問題ありません。問題ありません、はい、そんなもんは。だから何がリアリティ番組かと言いますと、うん、正直すみません、スロット好きな方は分かると思います、はい、僕このロケ、うん、これは僕あくまでも前座です、僕の中では。こっからがもう僕のリアリティ本当に始まりますんで、本当の話で、はい、休憩して今これしてるもんね、はい、今ね。なんでそれとちょっと時間ないんでちょっと僕も戻んなきゃいけないんで、あ、行く？もうすいません、締めの方だけお願いしてもいいですか。あ、私一人で。すいません、じゃあ、なるほど、ね、それでは行ってきます。うん、頑張ってね。うん、本当にあのまま行っちゃったからね。もうカメラも回ってないのに映らしいので彼は、まあまあまあ、彼のね、まあ、背中は輝いてましたね。本当に行くとは思わなかったけども、ということでですね、どういかがだったでしょうか。楽しんでいただけたでしょうかね。ぜひチャンネル登録とですね、高評価の方、よろしくお願いいたします。ということで、また次回お会いしましょう。またね。